チャーソクおもろぜん、皆さんこんにちは、高橋です。はい、よろしくお願いします。はい、6月に入りまして、皆さん調子の方はどうですかということで、まあ、今回もやっていきたいと思うんですけども、今回はですね、胴作りについてお話をしたいと思います。まあ、胴作りってね、初心者の人とても大事だと思います。私がね、もし高校時代の時にこの方法を覚えていたら、いや、これマジやっといたらよかったなっていう風に思った方法がありまして、それをお話したいと思います。これやってたらね、私当時ね、高校時代好きな女の子がいたんですけども、高校1年生の時にね、弓道部の女の子だった。その女の人と付き合えた可能性があるかもしれないなと思ったんで、これね、今ね、高校でね、弓道やっててね、正直気になる女の人がいらっしゃったらね、これやってください。こうすればね、あれじゃあ女の子にモテる話をしてるのか、弓道で的中する話をするのか、ちょっとこんがらがってよくわからなくなってしまいましたけども、この方法をやってください。そうすればね、的中率が、まあ、上がることにつながるかなというふうに思います。少なくとも、こう、強い弓をね、引いていて、これは絶対やらなきゃいけないことなんですね。まあ、このなんか最近ね、こう、矢がね、後ろにいたり前にいたりしちゃって、こういうのをこう正すにはどうしたらいいんだろうかなってかってこう悩む人もいるんですけども、それよりちょっと待ってくれと。なんかこうした方がいいんじゃないかな、ああした方がいいんじゃないかな、そこじゃないんです。胴作り、ここ見直しましょう。はい、今日はですね、その胴作りをやる上でこれをやると胴作りがめちゃめちゃ安定する必殺技を皆さんにお伝えしたいと思います。はい、この必殺技をね、ちょっとねやりたいと思うんですけど、このホワイトボードを見ればもう一発で分かります。ぜひね、こう覚えてください。はい、いきますよ。はい。これをやったら胴作りが安定する方法。ドン！はい。大腿骨チェックっていうことでお話したいと思います。大腿骨チェックってお話したいと思います。大腿骨なんすかと。大腿骨ってはね、太ももの骨あるじゃないですか。こうやって。太ももって骨があるんですよ。骨って分かります？分かりますよね。それは分かりますよね、さすがに。骨もわかんないんですけど、いや、わかんないんだったらね、ここにいっぱいあるでしょ、こういう風にこうやって出てるでしょ、こう硬いやつあるじゃん、これが骨ね。この骨のね、付け根をね、チェックしよう。ここチェックしたら弓が引けるようになります。何をチェックするのか。じゃあまず皆さんね、足をこうまっすぐ揃えてください。で、ここでこう手をこの辺りに当ててもらって、足をこういう風に右に動かしたり左に動かしてこうやってやってください。で、右に動かしたり左に動かしたりやったりすると、一番こうお尻の中でグラグラ動くとこあるでしょ、そこが太ももの付け根なんですよ。で、この太ももの付け根を目指してですね、こういうのを使って、まあ、例えばこういうふうなロープ、あるいはタオル、何でもいいです。ちょっと用意します、タオル、こういうのでもいいです。で、例えばこれで腕を上に上げてください。腕を上に上げて、その時に肩の状態とか腕の状態とかチェックしてください。で、そこで例えばこういう紐を使います。こういう紐を使って、こう、ちょっと待って、これ分かりにくいかもしれない。これよく動くね、大腿骨のところに合わせて、ラインを合わせてこうやってこういうふうにするんです。何でもいいです。こういうふうに結んでください。で、これを結んで、大腿骨のところちょっと当たりましたね、これ結んだ状態で手を上げてください。さっきより腕上がりやすくなってませんか？さっきより肩が落ちてませんか？これで弓を引いて引き分けをやります。肩の力抜けますよね。この付け根が安定感が増してギュッと抑えられると、胴作りがブレにくくなるんです。その結果、離れを出す時にここに力が入って離れてる、ここに力が入っちゃうから矢がブレてるが消えて、まっすぐ行きやすくなる。で、まあこうね、矢がね、右に行ったり左に行ったりするときにどうするかって言ったときにね、もうね、初めての人はね、まずもうこう考えてください。もう胴作りが大事。胴作りがまず大事。でね、この胴作りめっちゃ大事なんですけども、ここで気にしてほしいのは何かっていうと、いかに体重を下に下ろして、左肩と右肩の線を的の中心に合わせて、腕をダイナミックに動かしていくの、この3つが完遂できるかも。この腕がダイナミックにリラックスしてゆったり回っていること、肩の線がこの的の中心に対してこう平行に揃えて合っている状態、そして体重が下に降りている、これは
湯構えの時から打ち起こしの時から引き分けの時から範囲の時からもずっとそれ事実として、一生続けていかなきゃいけない要素、基礎なわけです。この基礎が最初から最後までやっていることができれば、弓がまっすぐ、まあその狙いがね、まっすぐ整って離れ出す時に右に行ったり左にそんなにブレないです。ブレなくなります。だけどこの太ももの骨、特にね、この胴作りの中のこの股関節っていうのはちょっと厄介な部分なんですよ。それ厄介な部分って何かっていうと、これは動きと安定性の両方を兼ね備えなきゃいけない場所なんですね。英語で言ったらスタビリティとモビリティの両方を兼ね備えていけないといけないですよ。一番いいのは筋肉は柔らかく伸びてんだけども静止して安定してる状態っていうのを作りたいんですよ。でこれをね作るのがなかなか難しい。例えば女性の場合だと生理が起こってしまったりとか、あるいは骨盤がですね開いてしまったりっていう人が多いんですね。その分男性より股関節柔らかいです。しかしこれに一個の問題があるんです。股関節が柔らかいので立ち上がった時にぐらつきやすいっていうのがあるんですよ。動きやすすぎて安定性がないんです。で一方男性の場合こう安定するんです。だから男性の場合はですね、ここグッと固めてグッと固めてそのまま引いたらここの位置が変わりません。でここグッと力を入れて腕リラックスさせた状態で肩の線が揃っている状態でパッと離します。そうするとまっすぐいく。まあこれはあるんです。ただしこれには問題があるんです。それは安定しすぎてもダメなんです。要は筋肉でグッて固めて安定させてしまうと、この内臓ね、ここにねこう腸があるわけです。ここに、ね、胃袋があるわけです。ここがグーッと筋肉によって縮められます。縮められると体が緊張しちゃって腕の動きが小さくなっちゃうんですよ。だ緊張しちゃうとどうしてもリラックスすると腕は大きく動くんです。でそれに対して緊張しちゃうとちっちゃくなっちゃうんです動きが。これがねその微妙なバランスのね難しいところなんです。だからどうしたらいいのかって言ったら、男性の場合はこの帯を巻くときと紐を結ぶときのここをね強めに縛ってあげるとそれだけで安定性が上がる可能性があります、ね、それでもダメな場合っていうのはこういう紐とかを使ってですね弓を引くっていうのは一つありです。で女性の場合はどうするか。女性の場合はねここに巻くでしょ。で馬乗り袴じゃないからこういう風にしないでしょ。だからここのねいわゆるクッて固定された感じじゃないわけ。だから何か何でもいいのでバンドとかをつけるといいかもしれないです。でそれで柔らかくする。しかしこれをやってもこれ道具使ってるので、要はこの部分を本当に安定化させていることにはつながらないっていうのもあると思うんですよ。じゃその時どうするかって言ったら、この股関節周りの筋肉を柔らげる体操であったりとか、この部分を柔らかくする体操とか柔軟をやると、それで股関節の位置がストーンって下がって、その結果安定して弓を開くことができます。まあ、例えばここの股関節を柔らかくする方法の一つとして挙げられるのが、このねヨガの世界でトリコアーサナっていうポーズがあります。トリコアーサナっていうのは片方の足をちょっと内に入れます。もう片方の足をちょっと外側に回します。その状態で体をこういう風に傾けてこう伸ばす。例えばこういうポーズをやるとこの股関節周りのここの筋肉が、柔らかくなるんですね。こうやってですから、こうやって、まあ、例えば足をちょっと内向きに入れてください。そして外側に向けてください。でこう足を広げるんですね。で体こういう風に傾けるとここ伸びます。こっち縮みます。でこの時にこうやって傾けた時に、こうは斜めてください。こうってどういうことかっていうと、体内側に向けるとね、向けた方の肩がねこういう風にこうになっちゃう。だからちゃんと胸をこうやって開いて、でこういう風にやってください。でこの部分が広がって、でこっちも同じくこうやって傾け、こうじゃなくて胸を開いてこうやってやってください。そしてここすごい伸びるじゃないですか。そうするとストンと落ちます。だからこの筋肉をグーッと伸ばしてテンションをかけてですね、ちゃんと刺激圧を入れてあげるっていうのすごく大事。胴作りの位置がしっかりしている状態、これはねバスケットボールとか野球部とかバレーやってる人たちっていうのはここがぐんと安定する感覚ってあるんですよ。グッと腰を入れるっていうのはやれますからね。だから私の師匠の弓道の先生がいらっしゃいます。その先生はねよくこのこと言ってたんですよ。お足踏みできなくなったら弓道終わっちまうぞっていうふうに言われて、足踏みをですねしっかり踏んでこう弓を引くっていうことをね私はよく教わってたんですね。
で、そう、私はまあ弓を引いてたわけなんですけども、まあ今も38キロの弓を使って安定的に弓を引くってことをやってます。皆さんもね、ぜひね、意識してください。胴作りっていうのをまず基準にしてください。矢が右に行きました、左に行きました、どうしたらいいでしょう。胴作り直してください。第三がなんか肩が上がっちゃう、どうしたらいいですか。胴作り直してください。でね、胴作り直すって言ったら、みんな肩の位置をこう上がってんのを下げるとか、肩がこっち上がってんのを下がってる、肩を見るんです。胴作りは肩じゃないんですよね。胴作りは肩じゃなくて股関節を先に見てください。股関節大事。ここを上げるんじゃなくて、ここの部分を下げてあげるんですよ。ここの部分が前に出てるんだったら、ここを入れるんじゃなくて、ここをこう入れるんですよ。そうすれば胴作りして安定します。だからこの胴作りっていうのをちゃんと安定してんだけども、きっちり動いてる状態。じゃあ筋肉が伸びてて、伸びているので動きやすいけど、しっかりその位置で安定してる状態。これをぜひ作ってください。そうすれば、弓が引きやすくなります。ということで、以上になります。ありがとうございました。